腰痛と便秘は同じ原因です。腰痛のよくある原因は股関節、腰周りの筋肉の硬さや腹筋の筋力不足。便秘も同じ理屈です。女性に特に多いんですが、股関節が硬く腹筋が弱いと大腸が便を送り出す力が弱くなってしまって便秘になるんです。その証拠にこちら、女性が腹筋つけるにはデッドバグ一押しなので入れておきますね。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。まずはうつ伏せに寝て耳の横に両手をつきます。そのままぐーっと上半身を起こします。肘しっかり伸ばしきりましょう。腹筋が伸びてくれば OK です。腰が反って痛いよって方は肘曲げてもいいです。そのままちょっと顎をね上に持ち上げれば腹筋が伸びてくると思います。腹筋が伸びてればそれで OK。 腰が反ってね痛くない範囲で行いましょう。呼吸止めないようにしましょう。なるべく顎をぐーっと持ち上げて、よし OK。 したら2つ目、みんな大好き膝つきプランクいきます。肩の真下に肘ついて、膝ついたままぐっとお腹持ち上げる。わざと腰を丸めましょう。膝と肘ついておいていいですからね。腹筋使ってわざと猫背を作るイメージ。猫背作れない方はおへそをね覗き込んじゃうイメージでいいと思います。目でおへそを見る。腰痛い人は絶対無理しないで。余裕があれば肘をもうちょっと前に出すとより効いてきます。きつい人無理しないで。腹筋使ってる感じあれば OK。 よし OK。 きつかったですね。そしたら次はこんな感じで上半身寝かせて、右足を左こっちに持っていきます。右のお腹ここ伸びれば OK です。肘はしっかり床につけておいて、つま先を遠くに向かってぐーっと伸ばすと右のお腹伸びてきます。腰が反って痛い人無理しないでください。胸が苦しいよって方はこんな感じでちょっとだけ上半身起こしてもいいです。右のお腹の前面伸ばすことが目的です。つま先を斜め後ろに向かって遠くにぐーっと離すと伸びてくるはずです。ふー、 OK。 次逆側いきます。左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面伸びてくる感じがあれば OK です。肘は床につけておきましょう。こうやって体が起きちゃうと全然伸びません。胸が苦しい方はちょっとだけこうやって上半身起こしてもいいです。ただね、腰が反りすぎて痛くならないように気をつけましょう。目的は左のお腹の前面伸ばすことです。多少僕と違うポーズになってても左のお腹の前面伸びてればそれで OK。 呼吸止めないで。腰痛い人絶対無理しないでください。きつい。よし OK。 次一回四つん這いになりましょう。で、四つん這いになったらおへそを覗き込むように猫背を作る。ゆっくり反らせる。おへそ覗き込むように猫背を作る。ゆっくり反らせる。繰り返しましょう。全くスピード必要ないです。普段動かさない範囲でしっかり丸める、反らせる。繰り返しましょう。呼吸止めないようにしましょう。丸める。この次から上向きになるので、スマホはね一回手に持って上向きになる、なります。丸めてゆっくり反らせて。よし OK。 じゃあスマホ持って上向きに寝ましょう。枕ある方は枕入れましょう。で、スマホはね床に置くか立てかけて両手上げておいてください。で、まずは膝曲げたまま膝パカです。しっかり閉じ切る。限界まで開いてしっかり閉じ切る。ゆっくりでいいから普段動かさない範囲までしっかり動かす。閉じるとき内もも使って、余裕があればお尻をちょっとね床から浮かせるイメージで行うと腹筋効いてきます。お尻をなるべく床から浮かせる。前ももをお腹に近づけるイメージですね。そうすると腹筋にも効いてきます。ふう、きつい。呼吸止めないで。ラスト1回しっかり閉じ切る。 OK。 そしたら次、膝伸ばして肩幅より広めに開いて、つま先内外ねじっていきます。休憩ストレッチです。ちょっと前半戦早速プランクとかってきつかったかなと思うので、早めに1回休憩入れておきます。なるべくね股関節付け根から内外にしっかりねじるイメージ。呼吸を止めないで。
皆さんついてきてますか？もしきつかったら再生速度調整したりとか、各種目の最後の10秒サボったりするとね、おすすめです。こう頑張って途中でやめちゃうよりはサボりながらね、完走した方が効果的なメニューになってます。 OK。 そしたら次、膝曲げたまま持ち上げる。前ももをお腹に近づけるイメージ。ふう、上げるとき腹筋使ってる感じありますか？ふう、上げながら息を吐く。ふう、上げながら息を吐く。ふう、頑張って腹筋使って。ふう、腹筋とかね、下っ腹使う感覚あれば OK です。ふう、頑張って頑張って、呼吸止めないで。ふう、スピードは重要ではないです。しっかり普段上げない範囲まで上げ切って腹筋意識して。ふう、きつかったらサボっても OK。 特に腰痛い人絶対無理しないで。ふう、しっかり腹筋意識して。ふう、きつい。ふう、よし OK。 ふう、したら次、左足を大きく外回しします。時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。なるべく大きく回す。股関節ゴリゴリ鳴るよって方は、痛みない範囲なら大きく回しちゃっていいです。痛みがある方はゆっくり小さく回すといいと思います。これもスピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。呼吸止めないようにしましょう。よし OK。 次、右足いきます。大きく外回し、内側から外に向けて反時計回りのイメージです。大きく回す。これも痛みがある方はゆっくり小さく回しましょう。でよくコメントでね、どっち回しか分かりませんって言われるんですけど、これ仮にね、逆回ししちゃったとしてもしちゃいけないよっていう動きじゃないので安心してください。なるべく大きく回す。普段動かさない範囲で、呼吸を止めないで。きつかったら最後10秒サボっていいですからね。頑張って頑張って。きつい。よっしゃ OK。 そしたらこうやって膝曲げたまま限界、息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませたら、ゆっくり口から吐いて、吐きながらへこませて、吐いて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 、吐きながらへこませて、吐き切って、よし OK。 もう一回吸って、限界まで吸って、お腹膨らませて、限界もう膨らまないってところまで膨らませてください。ゆっくり口から吐いて、吐いて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 、吐きながらお腹へこませて、お腹硬くなってれば OK。 しっかり吐き切って、吐いて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 、よし OK。 したら次、左股関節大きく内回し、さっきと逆回しです。さっきは時計回りだったので反時計回り回してます。これも普段動かさない範囲で動かすことが目的です。ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して OK、 痛みがあればゆっくり小さく、痛みない範囲で行いましょう。でこのね、ゴリゴリなるのがどうしても気になるよって方は、概要欄に股関節ゴリゴリなる人向けの動画貼っておくので、もし気になる人はね、ぜひやってみてください。呼吸を止めないで、途中サボっても OK。 なるべく大きく回す。よし OK。 きつい。次、右足、内回し、大きく内回し。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で最近結構ね、ズボラストレッチどのタイミングでやるのがいいんですかって質問いただくんですが、一応概要欄のズボラストレッチの無料の教科書でも解説はしてるんですが、僕は皆さんが習慣化しやすい時間にやるのがいいと思います。もちろん効果があるかないかで言ったら、お風呂上がりが一番高い、効果高いんですが、僕なんかもね、帰り遅くてお風呂帰るのが夜遅いので、夜遅くにやる時間がなかったりするので、皆さんがね、習慣化しやすいのが朝だったら朝でも全然 OK です。よし OK。 次はそしたら右足を左こっちに持ってきます。右膝床につけて、この右肩をね、なるべく床に近づけると、お尻、腰、背中伸びてくれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。きつい。伸びますか？いまいち伸びないよって方は、
この右肩をね、しっかり床に近づけましょう。ただ筋トレじゃないので、ギューってやると腰痛めたりするので、そんなにね、無理に肩を床に近づける必要はないです。OK。次逆、いきますよ。左足を右、こっちにねじります。腰、お尻、背中、伸びる感覚あれば OK です。なるべく左肩、床に近づけましょう。で皆さん、この次の種目からちょっとねきつめの腹筋入れます。もしスマホ手に持っている方いたら、こう床に置いておくか、どっかにねこう立てかけておくと両手が空くのでいいと思います。じゃあ次の種目から腹筋やっていきますよ。よし、 OK。 じゃあ上向きになって、膝曲げたままですね、両手はこう後頭部で組みましょう。でしっかり手で首を持ち上げた状態で腹筋、頑張れ。首の力で起き上がらないでくださいね。手で首は持ち上げておいて、腹筋使って起き上がる。全然できないよって方もね、肩甲骨が床からちょっと浮くぐらいで十分効きます。ちゃんと手で首持ち上げてください。首腰痛い方は無理しないで、首の力使っちゃダメです。手でしっかり首持ち上げて、腹筋を使いたいです。きつかったらサボっておけ、頑張れ。あと少し、よし、 OK。 よく頑張りました。じゃあちょっと休憩も兼ねて簡単な種目です。片足ずつしっかり膝を伸ばしきる。しっかり伸ばしきりましょう。で伸ばしきるとね、裏ももとか膝の裏伸びると思います。余裕があればこうやってなるべく高く上げるとね、より伸びてきます。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲まで動かしたいので、しっかり膝伸ばしきってほしいです。ただこれもね、無理にギューって伸ばすと痛めちゃうので、ゆっくり無理ない範囲でやりましょう。でこの次の種目から皆さん大好きデッドバグですよ。デッドバグお楽しみの。 OK。 そしたら手はしっかり真上に上げたら、片足ずつ上げます。上げる、しっかり腹筋意識して、前ももお腹に近づけて、余裕があればちょっと肩甲骨をね床から浮かせると、より腹筋に効いてきます。首痛い方無理しないで、首は枕につけたままでも全然 OK です。前ももをしっかりお腹に近づければ腹筋効いてきます。頑張って、腰痛い方無理しないで、手がきつかったら手一回下げても OK。 ちゃんと腹筋意識して頑張れ。よし、 OK。 皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？そしたら次、ちょっと難易度高いデッドバグいきますよ。膝曲げたまま足持ち上げて、手を上げて、右手を上げて左足伸ばす。戻す。左手上げて右足伸ばす。対角線上に手と足伸ばす。これもゆっくりでいいですよ。腰痛い方無理しないで、ずっと腹筋に力入れておいてくださいね。腹筋緩めると腰が反っちゃって痛くなります。ゆっくりでいいです。スピード勝負じゃないですよ。対角線の手と足上げる。これね、運動不足の人にとってはね、結構難しいんですよね。頑張って頑張って。腹筋しっかり意識して。よし、OK。したらもう一回休憩しますよ。膝伸ばして、足肩幅より広めに開いたら、内、外、しっかりねじっていきましょう。皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？腰痛かったらこうやって膝曲げて、こんな感じでも全然 OK。これは休憩ストレッチです。でね、これでデッドバグ終わりかと思うんですが、まだね、終わりじゃないですよ。ちょっと、この次、ズボラ腹筋です、まず。もうちょっと追い込みますからね、最後まで一緒に頑張りましょう。やったらね、本当にウエスト細くなるんで、諦めず頑張りましょう。OK。そしたらズボラ腹筋いきますよ。両手で膝をしっかり抱えて、反動をつけて、起き上がる。腹筋意識して。腹筋使ってる感覚ありますか？腹筋使って起き上がる。首使うんじゃないですよ。腹筋意識して、ちゃんとね、腰をしっかり丸めるイメージ。きつくて起き上がれないよって人は、こうやって両足抱えて、ちょっとね、肩甲骨床から浮かせるイメージでも十分腹筋に効きます。それもできない方は、こうやって手で足抱えてるだけ、これでも OK。余裕がある人、最後までちゃんと反動つけて、ズボラ腹筋頑張って。きつい。よし、OK。
したら次、本家本元のデッドバグ、手と足上げた状態から持ち上げますよ。いきますよ。いつも通り5秒だけ頑張りますからね。手と足上げて、腹筋使って、腰痛いし無理しないで5秒キープ、頑張れ。3、2、1、あー、押しっけ。皆さん腹筋使う感じありましたか？腰痛かったら絶対無理しないでくださいね。わざと腰を丸めるイメージですからね。もう一回いきますよ。手と足伸ばした状態からデッドバック、腹筋使って腰丸めるイメージ、ふー、頑張って頑張って頑張って、3、2、1、よーし、 OK。 腹筋使う感じありますか？ラスト1回いきますが、きつい人サボっていいです。いきますよ。手と足万歳して両方同時に持ち上げる。ふー、きつい、腹筋意識して、あと少し、3、2、1、よし、OK。 きつかった、よし、 OK。 そしたら次、スマホ持って1回うつ伏せになりましょう。うつ伏せになったらスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を、耳の横こんな感じでつきましょう。でゆっくり上半身を反らせる。肘は伸ばしきった方が腹筋伸びます。ふう、ちょっとね、顎を持ち上げると腹筋より伸びてきます。ただ腰が痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる。これだけでもね、腹筋十分伸びます。ふう、腹筋伸びますか？余裕がある方はこうやって肘伸ばしておいてくださいね。ただ腰が反って痛いよって方絶対無理しないで。頑張れ頑張れ、呼吸止めないで。あと少しですよ、もう。OK。 次は上半身べちゃって寝かせておいて、右足を左こっちにぐーっと伸ばします。右のお腹の前面伸ばします。つま先遠くに向かってぐーっと斜め後ろに向かって伸ばす。右のお腹伸びれば OK。 これね、腹筋、お腹痛くて腹筋やる方、鍛えることばっかりねやりがちなんですが、こうやって最初と最後に伸ばすことめちゃめちゃ大事です。もうね、腹筋硬くなるとこうボディービルダーみたいにちょっとね背中丸まって猫背みたいになっちゃうので、せっかくならね、腹筋ついて綺麗な姿勢がいい方がいいので、しっかりビフォーアフターで腹筋伸ばしてあげるようにしましょう。OK。 次、逆いきます。左足を右こっちに持ってって、左のお腹の前面伸びる感覚あれば OK。 腰が痛い方絶対無理しないで、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。呼吸止めないで。腰が痛い人絶対無理しないでくださいね。 肘はなるべく床につけておいた方が腹筋がより伸びてくると思います。で皆さん最後までよく頑張りましたって言いたいんですが、ちょっとねこの動画も特別におまけ入れました。皆さんやったことありますかね？マウンテンクライマーっていうね、きつい種目です。こんな感じ、四つん這い作りましょう。できましたら四つん這いで、片足ずつこうやって上げる。前ももうお腹に近づけるイメージ、ちょっとわざと腰をね丸める、わざと猫背にするイメージ。腹筋使う感じありますか？ふう、頑張れ。余裕だよって人もね、こうやって飛んでもいいですが、まあ、ドタドタするので迷惑かかない範囲で。ふう、できつかったらふう、サボっても OK。 ふう、頑張れる人頑張って、しっかり前ももお腹に近づけて、頑張れ頑張れ、あと少し。この次の最後のストレッチでおしまいです。もうちょっと頑張りましょう、頑張れ頑張れ。ふう、ただ肩腰痛い方無理しないで。ふう、頑張れ、よし OK。よく頑張った。そしたら最後です。手を耳の横について上半身反らせる。もう一回腹筋伸ばしましょう。腹筋伸びますか？いや、ここまでよく頑張りました。あのね、データで見れるんですけど、みんながみんなズボラストレッチ完走するわけじゃないんで、ここまで完走してる時点でね、もう皆さん全然ズボラじゃない、めちゃめちゃ素晴らしいです。で全然物足りないよって方は概要欄に追加のストレッチやってますので、ぜひこのまま続けてやってみてください。あとね、 Twitter、Insta、TikTok 毎日更新頑張ってますので、ぜひフォローお願いします。ふー、頑張れ、あと少し。よし OK、 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。